26日、NPB アワー r 2024 s ポーティドバイリポビタンで、東京都内のホテル、巨人、船場様大河投手がセリーグ新人王に輝いた。東日本国際大時代にドラフト指名漏れを経験し、社会人の性能運輸、ギフ、ではドラフト解禁の大卒2年目を遥かに過ぎた4年目でプロ入りを叶えた。そしてプロ2年目、28歳での新人王。 ネットでは賛否の意見も参見される中、苦労人の新人王やねと称える声も目立った。巨人から語彙指名を受け、2023年にプロ入り。1年目から1軍で登板し、2年目の今季は全試合ベンチ入りを果たした。中継ぎで51試合、38イニングを投げ、4勝0敗、22ホールド。 一試合平均で一イニングに満たない投手の受賞を疑問視する声もあったが、厳しい場面での登板を重ね、4年ぶりのリーグ優勝の大きな戦力になった。XQ ツイッターでは、セリーグ優勝もしてるし船場様選手が選ばれてること自体は全然いいと思いますよ。色い々ろいろ言う人もいると思うけど、新人王おめでとう。など祝福の投稿が見られた。